ここだけアンラッキースケベ体質なハルトの世界。女の子といるとなぜか服が脱げてしまうハルト。ポケモンのメスにも適応される。最高じゃん。ちなみに女子の反応は？人による。ギャグ日の魔法少女会みたいな感じで服が弾け飛ぶハルト。ケンシロウみたいに服を踏ん。で無意識にぶち破ってる。相手が女トレーナーだった場合バトル後の記念写真は裸か。ストンとズボンとパンツが落ちる感じだとエロい。ママと校長との三者面談でパーン。ネモへの挨拶でパーン。野生とエンカウントするたびにパーン。メスポケモン発見するたびにパーン。大穴突入時くらいになるともう慣れて。ネモがカバンからママから渡された替えの服取り出しそう。よく考えるとママといる時は常に裸だったのか。そのせいで家では裸族の習慣がついて友達が家に遊びに来るとき裸で出迎えちゃって恥ずかしい思いをしたんだろうな。ポケモンのメスにも発動するなら手持ちにいると常にパーンしてることになるのかな。そうなると常に全裸なわけだから周りからは全裸主義の露出魔だと思われてそうだな。せめて葉っぱ一枚くらいはつけてあげて。服ではない何かで行けばよいのでは？という考えに至り、全身を包帯に身を包んで生活するハルト。その結果ついたあだ名が、ミイラ。定期的にハルトラッキースケベ体質のすれ立てられるよな。やっぱハルトにはラッキースケベだよな。異性の前で全裸になるのはラッキーなのか。周りはラッキー。定期的に立つハルト愛されすれで、なんじゃものチャンネル内で、ハルト氏のハルト氏が映されがち赤 BAN。よしこのハルトどんなもんじゃ TV の純レグにしよう。天の恵みでも発動してんのかってレベルで頻発するなこのラッキーアンラッキー。トップが戦隊だったら赤 BAN 許されるかな。オモダカチャンピオンハルトはまだ少年ですから動画に映ってしまっても問題ありません。アーカイブには軽くモザイクをかけること。それが守れない方は、どうなるかわかってますね。あ、それとなんじゃもさんは私に元データを送るように。いやなら、間違ってもオモダカさんはそんなこと言わないから赤 BAN 不可避案件担当。この手のやつは子供の方が映っちゃダメなんよな。一式法だったら子供虐待で首が飛ぶぞ。どうせすぐ裸になるしパルデア限定配信なら許されるんじゃないかな。女性の前ということは全裸でチリちゃんと面接しないといけないのか。さすがのチリちゃんも落ち着いて面接できないだろ。チリちゃん現実でいう大阪あたりの人間だからそういう芸風の芸人みたいに扱いそう。難儀な体質やな。下は吐いときやーぐらいで済ましそう。まあ赤 BAN は避けられてもペナルティと動画削除は免れないだろうな。そしてハルトは全裸が切り抜かれていろんなサイトに拡散される。ラッキースケベられ体質を克服すべく保健医に相談するハルト。無睡無室で暇してるから来てくれて嬉しいミモザ先生。はい。途中で裸になっちゃうからベッドでお話しすることになるだろうな。布団にくるまりながら話すから地獄の女の子みたいになってそう。服よりスルスルっと抜けていって全裸になりそう。次はガクテープか、と思いついてガクテープ人間になるハルト。仮に含みにつけている物質みたいな概念地味たものだったらテープだろうが塗料だろうが鋼鉄アーマーだろうが綺麗さっぱり体から離れていきそう。ガムテープミイラになった時にバリ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 ー。テークの残酷すぎん。痛そう。そうなるのが怖くて粘着力弱めのガム手にしたからすぐ剥がれるのかも。見た目だけでソーブレイズとグレンアルマならオスっぽいし大丈夫だろ、と決めつけ近づいた結果全裸になり脱げてもないのにメスバレするシチュア、まあありか。もし男装転校生とかいたらハルトだけ性別を知ることになるな。なんじゃものジムチャレンジどうすんだよ全裸が全世界に流れて BAN になるぞ。ゴースト化に常に股間の部分にいてもらえば、不意に服が弾け飛んでも隠すことできるな。そうか、それだ、サイキッカーになればテレキネシスで大事な部分を隠せる。しかも触れる。